もう銀行は赤井秀和を雇うべき。はい、というわけで、半沢直樹第4話、感想をね、言っていきたいと思います。まずですね、料亭で、会食している浅野支店長と東田社長、それから壇蜜と、お互いにね、ニコニコしてるんですけども、お互いにね、この腹の底を探るような、そういうね、鋭い目つきがありますね。うん。これはね、そもそも半沢がまだ生き残ってるんですね。多分当初の計画とは違いますよね。ですから、少しね、ビクビクしてるんですけども、まあね、目線でこう、わかるというね、素晴らしい、シーンだと思います。はい。で、このね、5億円の融資事故ですけども、だんだんね、その悪巧みが見えてきましたよね。この浅野支店長がすべて計画して、東田社長に入れ知恵をして、5億円をわざと、騙し取られると。そして自分は罪を被らずに、責任はね、部下の半沢一人に押し付けるということですよ。うん。しかしね、まあちょっと不自然なところがあるかなと思うのは、いくらね、5億の中から、見返りをもらえるとしても、まあ、割に合うのかなっていうね、そういう疑問はありますよね。銀行のね、支店長ですよ。で、給料もね、高い。しかも、エリートですよ。うん、そのすべてをね、失う犯罪をね、横領とか背任とかそういうことですけども、それやるかねと。うん。まあ、5000万というね、報酬がありましたけども、まあ、これだけじゃね、ちょっと弱いんじゃないかなと。まだ何かね、この、浅野支店長を、突き動かすものがあるんじゃないかなと、私はね、思ってます。はい。で、このね、浅野支店長の悪巧みですけども、今までね、このドラマの中で判明している事実だけだと、まずね、見返り報酬が5000万ぐらい、それ以上もらえると。うん。でもね、そういうね、お金に釣られて何か悪いことをやると、そういうことがないように銀行のね、偉いさんはお金をちゃんと給料をちゃんともらってると。ね。給料がザブザブあったら会社の金には手をつけないだろうと。うん。そういうこともあってね、銀行員は、バンカーは給料が高いんじゃないかと。まあ思ってますよ。というか、社会はそう納得してるんじゃないかな。お金を扱う人がですね、ものすごいね、給料低かったら、それはね、お金に手をつけるっていうのも、わからないでもないと。ね。ですから、バンカーは、もう、相対的に給料が高くないといけない職業なんだと。それはやはり、会社のお金に手をつけないというね。まあ、一般のね、会社でもそうなんですけど、特に、大きなお金を扱うので、バンカーはそれは要求されてるんだと。はい。そして、うん、お金を手につけない、まあ、バレないとしてもですね、手をつけないっていうのが、バンカーの誇りなんじゃないかなと。そんな風にね、私はね、思いました。はい。倍返しではなくて、10倍返しという言葉がありますね。今まで散々ですね、やられたやり返す倍返しだと。うん。いうふうに半沢直樹は言ってたんですね、口癖のように。で、まあ、そうじゃなくて10倍返しだと。浅野支店長に対しては10倍返しなんだと。いうことですよね。これは明らかに、浅野支店長に対してですね、考え方が変わりましたよね。うん。で、まあ、このね、倍返しと2倍返しと10倍返し。この差は何なのか。そもそもね、倍返しってどういう意味なんだと。いうことですよ。
まあ、10倍返しの方から先にお話しすると、浅野支店長のやってることは、支店長のね、裁量の範囲じゃなくて、嫌がらせの範囲じゃなくて、明らかな犯罪なんだと。ね。グルになって、会社を騙し、犯罪の脇に罪を着せるとかそういうことじゃなくて、会社の金を横領したんだから、それはまずいだろうと。ね。いうことで、まあ、そういう意味で、半沢は10倍返しだと。で、倍返しじゃ足りないと言ってるんですね。うん。これはね、わかりますよね。はい。そして、この支店長は、部外者じゃないですね。すべてわかった部内の人ですよね。うん。そして、支店長であり、バンカーでありますから、まあ、高いね、高度な倫理観が要求される。それを超えて、犯罪に手を染めるんですから。これはね、10倍でもいいと。いうことですね。まあ、懲罰的なもんですよね。はい。はい。で、このね、犯罪の元々の、倍返しという言葉ですけども、やられたらやり返すだったら、まあ、わかりますね。でも、倍返しなって言ってますね。2倍にして返すと。うん。言ってますね。このね、倍返しという言葉で私がね、思い出したのは、手付け倍返しっていう言葉が確かあったような、手付け解除のね、手付け倍返しっていう言葉が確かね、あったような、気がしましたね。で、ちょっと調べてみたら、これがまたね、面白い。面白いですね、この制度はね。はい、まあね、手付け解除っていうのはどういうことかというと、まあ、契約がありますね。例えば、車を買う契約、家を買う契約。で、契約して、車をね、運んできてもらう、あるいは車を取りに行く。こう、納車の日までは、ちょっと時間がありますね。まあ、1週間とか2週間とか。ね。その実物を持ってきたりとか、家だったら、この内装をね、整えたりとか。はい。あるいは、電気とかガスの関係をね、しっかりやって渡せるようにすると。いうことで、契約から、このね、引き渡しまでに、ちょっと時間があると。はい。その間に解除ができるわけですね。つまり、もうね、契約の段階で、買いましょう、売りましょうの段階で、有効にね、約束は成立してるんだけども、契約は成立してるんだけども、引き渡しまでに、それをね、まあ、なかったことにできると。うん。まあ、終了をさせることができると。で、終了させて、原状回復。渡したものはそれぞれ元の人に返すと。うん、いうことですね。そういうね、ことが解除、契約の解除なんですね。はい。はい。で、例えばね、車とかだったら、契約した時にちょっとね、お金を払っておくと。手付金ということで、確かに契約しましたよってことで証明になりますし、それから、その手付金を放棄することで、解除ができるというね、制度があるんですね。これは手付解除というらしいんですけども。これ当事者間のね、合意によって成り立つ やり方ですね。まあ、これはね、まあ、便利だ、言えば便利ですね。例えばね、もしも解除がいかなる理由でもできないとなるとどうなるかというと、我々がね、車をディーラーに買いに行くと。で、いい車があって、じゃあ買いましょうと。で、まあ、例えば、300万の車買うとして、そのうち30万円 10% ぐらいを手付金でとりあえず払っとくと。はい。で、まあ、2週間後に行ったら、取りに行きますよと。いうことね。で、家帰って、よくよく調べてみると、奥さんがね、検証に応募して、車が当たってた。それが、まあ、その買おうとしてる車だ。このままでは車が2台になってしまうと。これまずいですよね。他にもね、友人が車をね、処分したいと。
で、中古車なんだけども、すごくまあ状態がいいんで、それをもらい受けると。買い受けると。安く。もうすごい安いんですね。その車が買おうとしてる車だった。同じ車種だった。とかね。あるいは、急にね、海外に引っ越さなきゃいけなくなって、仕事の関係で。もう、車なんかそんなん買ってらんないと。いうことで、解除がしたい。でも、こっちの都合ですから、車のディーラーに相談してもダメだよね。うん。これはね、やはり無駄ですよね。やはり解除したい時があると。うん。はい。そこで、手付金ありましたね、さっきの30万円。あれをね、もうその30万円いりませんと。返さなくてもいいですと。手付を放棄するわけね。この放棄によって、契約を解除できると。いうね、特別な約束があるんですね。これは手付解除と。で、ディーラーの方もですね、一生懸命、車を持ってきて、車を磨いて、メンテナンスして、こう、ちゃんと走るようにして、ね。で、その間に来るお客さんは、その車欲しいって言ってもダメですよ、と。予約がありますんで、と。ね。もう、売約済みです、と。断るわけですね。でも、その車が解除によって売れなければ、もう大損ですよね。うん。そこで、その損失をカバーするために先ほどの、買おうとしていた人が払った手付金をもらうと。ね、つまり、車は売れなかったけども、30万円はただ手に入ったと。まあ、いいかと。ね。いうことですよね。こういうですね、人の期待を裏切るときにですね、手付金を放棄すると。うん、いうことね。これがね、手付解除なんですよね。はい。はい。で、今度はね、ディーラーの方、車のディーラーの都合で解除する場合。例えば我々がお金、我々が車のディーラーに行って欲しい車を買うと。で、中古品で、もうね、世界に1台しかない。ちゃんとナンパリングがされててですね、特別のカスタムが入ってると。で、もうこれっきゃないわけね。で、それを500万円で、買おうとすると。で、手付金を50万円払うと。ね。そうすると、安心と。いうことで、2週間待ってたら、ディーラーの方から電話かかってきて、実は、すいませんと。あのね、中古車ですけども、売れなくなりましたと。まあ、どういう理由かわからないけども、とにかく、売れなくなりましたと。はい。まあ、盗難とかね、あるいはぶっ壊れたとか、あるいは、ディーラーが扱ってるのとちょっと違うものだったとかね。はい、ミスしたとか、いろいろありますけども、そうするときに買い主はですね、何なんだと。せっかく、それがね、手に入ると思って駐車場まで用意したのにとか、それが手に入ると思って、持ってた車処分したのにとか、うん。これは大変ですよね。しかも、その中古車はね、特別仕様なんで、もうそれしかない。他から持ってこれないわけね。ということで、ディーラーはどうするかというと、先ほどのもらった手付金、ディーラーが受け取った手付金、これはまず返すと。そしてさらに同額を買い主に渡すと。つまり手付金、もらった手付金を2倍にして返すと。これがね、手付倍返しなんだと。いうことね。買い主の都合で、契約を解除するときは、もらった手付を倍にして、で、ごめんなさい、売り主の都合で契約を解除するときは、もらったね、手付を倍にして買い主に返すということなんですね。はい。そうすると買おうとしていた人も、まあ、手付金は当然ね、返してもらわなきゃ困る。そして、手付金返ってきただけだったら、まあ、その契約に入る前の状態ですね。プラマイゼロですね。そして、処分した車のこととか、新しく手に入れた駐車場とか、ね。そういった経費、その丸々含めて、先ほどの手付金の倍が返ってくると。
ね。例えば50万円の手付金を渡したら、100万円になって帰ってきた。プラス50万円。ね、つまりこの期待が売られたのは、プラス50万円で、我慢してくださいと。そういうことなんですね。うん。まあ、準備して損失をカバーするというね、こと。はい。で、まあ、この制度はですね、私はすごい便利だと思うんだけども、何がね、こう、肝なのかというと、契約するとですね、売れるとか買えるとか、期待感が高まるわけね。で、期待感が高まれば、それに向けて準備しますね。それがね、収まる場所を用意したりとか、あるいは他のものを買わなかったりとか、はい。いうことで、その期待によっていろいろ動く、あるいはお金を使うと。その契約が解除されてしまうと、まあ、損害が発生するんで、それをカバーするために手付金と同じ額がプラスになるということですね。はい。で、これはね、例えば、車買うときに、ものすごいお金をかけて準備しちゃった。でも、手付金の額なわけね。あるいは、全く準備してない。それでも、手付金の額は儲かると。解除されれば儲かるということ。これはね、まあ、契約をして、まあ、引き渡しがあるまで準備した。それが無駄になった。そういう損害額が、いくらでも手付額が儲かると。つまり上でも下でもね、損害額が上でも下でも手付金の額だけが儲かると。そういうことなんですね。うん。これはね、損害額を手付金の額にしてると。ね。損害額を手付金の額に強引にね、押し込めてるわけね。うん。で、これはね、なんでかなと思ってたら、やはりね、損害額はいくらだっていうのは正確にはわからないですよね。はい。駐車場代とかね、そういうのはまあ、わかりますけども、この車を他に売らなかったとかね、あるいは友人に自慢したとかね、そういうのは金銭ではなかなか測りづらいですよね。こういうね、よくわからない損害額、期待が裏切られたことによる損害額を、もう争いがあるんで、手付金の額にしましょうと。お互いがそう約束したってみなしてるんじゃないかと。いうことですよね。で、あやふやな損害額だから、手付金の額をもってその損害額に変えるというね。そういう正義なんですね。まあね、どの程度ね、それが正確にね、損害をカバーできるかは、わからないですけども、まあそういうですね、契約につきものの争いをね、収めるためにこういう制度があるということ。はい。で、このね、半沢直樹の倍返しだと言ってますね。やられたら倍返しと。うん。例えば、そうですね、100万円の損害をこちらが受けたら、相手に200万円の損害を与えると。まあ、それが倍返しってことですけども、これが適正なんだと、半沢直樹は言ってるわけね。100万円の損害を受けて、100万円を相手に損害させると。これじゃあダメなんだと。ね。いうこと。100万円の損害を受けたら、200万円分の損害を相手に与える。これがね、半沢直樹の適正な、仕返しのやり方なんだと言ってます。はい。で、このね、手付倍返しもそうですけども、まあ、普通のね、契約だけども、なんかの都合でどうしてもね、引き渡しができない。じゃあ、手付で勘弁してねと。解除するけども、手付で勘弁してねと。そういう、状態ですよね。うん、手付解除は。これはね、普通の契約の状態でも起こり得る解除ですよね。はい。まあ、半沢直樹もですね、
東田社長にプンプンしてますけども、東田社長とこの銀行との間、あるいはハンザーとの間は、普通の契約関係なんだっていう、そういう、話ですよね。つまり、東田がドローンしましたけども、そういうことはよくあるんだと。ね。倒産した社長が逃げるなんてことはよくあるし、自分がね、粉飾を見抜けなかったことも、まあ、自分のミスだし、うん。あるいは、倒産寸前の会社が粉飾をして、銀行から金を引っ張ると。いけないことですけども、そういうことはよくあるんだと。そういう前提がね、どうやら、ハンザーにはあるんじゃないかと思いますね。つまり、普通の経済の状態なんだと。経済のね、契約の状態だから、やられたら倍返しなんだと。これは適正なんだと言ってますね。しかし、このね、浅野支店長だけは違うよと。はい。これはもう犯罪を、ね、やっている。そして、自分のね、勝手知ったるところでやっていると。うん。ということで、これはね、もう倍返しじゃないと。普通の状態じゃないんだと。10倍返しなんだと。まあそういう風にね、私はね、読みました。はい、密会写真を送られてビビる浅野支店長ですね。まあ同級生同士がね、会って何が悪いっていうね、そういう開き直りはできますけども、今まさに追ってる東田社長とニコニコしながら会ってるわけですから、悪いですよね。うん、どう考えても悪い。5億円事故った先のね、社長ですから、そして会社全体で行方を探して、5億円回収しようとしてる先の社長。会ったらね、もし偶然にでも会ったら捕まえるとか、他の社員に連絡するとか、そういうことやらないとダメだよね。うん。まあね、このね、浅野支店長の立場になれば苦しいわけですけど、一つ言えるのは、もうね、東田社長は自己破産する人間なんだと。だから、まあ、追及するわけいかないよねと。まあ、そういう苦しい言い訳はできますけど、とにかくね、ニコニコして会う相手じゃないですよね。はい。はい、浅野支店長はね、見返りのお金を受けてる証拠が分かればですね、まず浅野支店長を追い詰めることができますよね。うん。つまり見返りのお金をもらって、わざと、融資事故を起こしたということの、まあ一つの証拠になるわけですから。うん。それからもう一つ、そのね、見返りのお金を東田からもらってるわけだから、東田のものだったね、もともと。つまり東田は、まだお金があるじゃないかと。浅野支店長に金をやるだけの金は持ってたじゃないかと。つまり東田は、資金がゼロじゃありませんよ、という証拠になるよね。つまり東田社長の自己破産を防ぐことができると。で、自己破産を防いで時間を稼げば、そのうち、5億円全部も取り返せるんじゃないかと、いうことですね。うん。まあ、中間目標みたいに出ましたよね。浅野支店長が見返りのお金をもらってるという証拠をつかむと。これがね、目下の目標ですね。はい。浅野支店長がハンザーを呼びつけですね、まあなんか説教垂れてる間に、脅迫のメールが浅野支店長に届きますね。うろたえる浅野支店長。ここ本当にね、痛快なんですけども。目の前にいる半沢がメールを送ってたと思ってたら違ったと。ね。そして、1階のね、1階に怪文書が届いてるらしいんで、それをすぐにね、回収しなきゃいけないと。こういう二重のドタバタですよね。ハンザーだと思ってた違った、でも、一回に届く、行かなきゃいけないと。
ちょっとね、ここ笑えるんですよね。もしすごく面白いんだよね。あの、コメディっぽく、見えましたね。やっぱりね、悪者がね、あの、追い込まれると、なんかこう笑っちゃうんで、楽しいんですね。アニメのタイムボカンシリーズってありますね。タイムボカンシリーズで悪玉のドロンジョ様と言いますね。で、最後ドロンジョ様が負けて、ドクロベにお仕置きだべ、って、お仕置きされる。これね、もう、笑えるシーンなんですけども。今までね、散々主人公たちを痛めつけた人間が、お仕置きだべでね、ひどい状況になる。これ本当に面白いんだよね。はい、それに対してね、この半沢が、浅野の机を漁り、なかなかブツが出てこないと。で、浅野支店長が帰ってきちゃう。もうね、ドアの前まで来てる。これはね、本当にシリアスなシーンですよね。笑えない。シリアスな、ドキドキするようなシーンですね。やっぱりこれはね、先ほど言った悪役と、まあ、主人公、いいもののね、差ですよね。もう、ドキドキする状況変わらないんですけども、もともとの立場は違うんで。はい。そういうことですね。ちょっとうまくね、表現できないですけども、意図的にね、こういう、作り方をしてると思うんで、すごくね、なんていうか、うまいなと思いました。はい。半沢直樹の部下でですね、2年目の中西じゃなくって、若手のね、背の高い、柿内っていうそういう、部下がいますね。いかにも仕事ができそうな、若手のね、ホープみたいな、そういう感じですけども。これね、柿内が、浅野に脅されてるんですね。もしね、半沢課長にこれ以上協力するんだったら、お前は次は出向だと。ね、飛ばすぞと。脅されて、一旦はですね、まあ、協力できませんみたいなことを半沢に言う柿内なんですが、でもですね、結局は、浅野支店長に、まあ、半沢課長を裏切れませんみたいなことを言うわけね。まあ、このね、宣言だよね。柿内の、宣言。いやー、これをね、半沢がね、隣の部屋で聞いてるんだよね。まあ、都合がいいなと思えば都合がいいんですけども、とにかく、このシーンのね、素晴らしいのは、その後に半沢がね、柿内にコーヒーをポンと渡すわけね、缶コーヒーを。このシーンがね、すごくね、いいんですね。柿内はね、もう次出向させられるかもしれないという、自分の人生をかけて、半沢に、こう、忠誠心を尽くすわけね。まあ、半沢にというか、自分の中の正義とかね。そういうこともあるのかもしれないけど、とにかく、自分の人生をかけたわけですね。はい。そのね、ことに対して、半沢がコーヒーをおごると。缶コーヒー一本をおごると。これは釣り合ってないんですよ。柿内のバンカーの人生と缶コーヒー一本ですから。全く釣り合ってないんですけども、ここでね、半沢が数百万払ったってしょうがないわけですよ。ね。つまり、お金に換えられないようなことを柿内はやってくれたんだと。ですから、お礼をするために、どんなことをしても足りないと。だから、気持ちだけでね、分かったよと。そういう気持ちだけで、コーヒー一本を、おごったと。ね、これですよね。本当にね、
泣けるシーンだと思います。はい。で、この泣けるシーンなんですが、垣内もね、ちょっとね、ストレートじゃないとこあるんで、ストレートにね、感情表現しないとこあるんで、出向するよりあの上司の下の方が辛いというね、そういうちょっとツンツンな言い方をするわけですよ。つまり、半沢課長のためにやったんじゃないよと。あの上司は気に食わないからやったんだと。うん。浅野支店長は気に食わないからやったんだと。はい。まあ、これはね、垣内一流のね、言葉のね、使い方というか。はい。当然ね、垣内も半沢に男惚れしてると思うんですよ。ね。ですけども、あんまりね、半沢課長のためって言っちゃうと、半沢課長はね、重荷に思うんじゃないか。ね、自分のためにやってくれたって思ってしまいますよね。ですから、負担を減らすために、いやいや、自分のためですよと。垣内は自分自身のためにやったんだと。いうことですね。半沢課長のことはね、本当に、素晴らしい上司だと思ってるんだけども、自分の都合で動いてるだけですから、みたいな。だけっすから、みたいな感じ。うん。そういうね、ツンな感じをね、垣内は見せてくれるわけね。はい。東田社長のね、まあ、愛人のようなもんですかね。壇蜜の役ですけども、国税のね、国税局の黒崎も、この壇蜜にプレッシャーをかけてくるわけね。うん。まあ、東田もですね、壇蜜にプレッシャーをかける。銀行、半沢も壇蜜にプレッシャーをかけると。はい。東田、銀行、国税。このどこに協力するのが一番壇蜜にとってはいいのか。というね、状態なんですね。東田はね、どうやら、アンダーグラウンドと繋がってそうですよね。そして、半沢直樹をね、ゴルフクラブでぶん殴ろうとしたぐらいですから、それは、命を奪うこともやぶさかではないと。裏切ったら命を取られるんだと。はい。それから銀行はですね、あんまりメリットないですよね、協力しても。ただ、ネイルサロンのね、資金を出してくれるというね。まあ、そういうことも言ってくれてますね。国税はね、これまでの違法行為をチャラにする。これまで東田に、こうね、協力した違法な行為、犯罪行為を、チャラにしますよと。つまり、司法取引のようなものをね、持ちかけてると。はい。こういうね、三者どれに協力するか。うん。こういう選択が壇蜜に迫るわけね。はい。このね、一連の下りですけども、私が思い出したのはね、トム・クルーズ主演の映画、ザ・ファーム、法律事務所。これですね。このザ・ファーム、法律事務所はね、ドラマにもなってますけども、新米弁護士のね、ミッチ・マクディアがね、ミッチがですね、ボストンかな?ボストンの法律事務所に就職すると。で、働き出すんだけども、どうやらね、その法律事務所が、マフィアのマネーロンダリングをやってるみたいだと。うん。ケイマン諸島って海外のね、ケイマン諸島島を使って、マネーロンダリングをやってるみたいだと。手伝いをしてるみたいだと。うん。で、それ気づいてですね、まあ、普通は FBI に垂れ込めばいいんですけども。うん。そうすると、マフィアも動くわけね。そんな奴は許しちゃおかないですよね。ミッチはマフィアにも命を狙われる。ね。つまり、マフィアの睨みが効いてるんで、FBI に協力できないんですね。そうすると FBI の方は、このままだとミッチお前も、そのマネーロンダリングで一緒に捕まえるぞと。
捕まりたくなかったら、このね、会社の資料を持ち出して、FBI に渡せと。うん。いうこと。つまり FBI に協力してもマフィアから狙われる。マフィアに協力しても、FBI から、捕まると。はい。ですからまさにね、どちらに転んでもアウトということなんですよね。はい。はい。先ほどちょっとちらっと言いましたけども、銀行に協力すれば、犯罪に協力すれば、ネイルサロンの資金を貸してくれる。ね。借りやすくなるということですね。このね、ネイルサロンの資金があれば、夢が見れるわけですよね。前々からやりたいと思っていた自分の仕事ができると。はい。つまり、資金を貸すことによって、まあ、将来の夢をね、見せてると。これがね、バンカーの誇りなんじゃないかと。私は思いましたね。1話からね、半沢が、バンカーの誇りみたいな、そういうことをチラチラと言ってますけども、具体的には書かれてませんよね。最初の方で、技術を持ってる工場に、投資したみたいなことがありましたけども、まあ、あんまり、わからない、描写ですね。ここでね、バンカーの誇りみたいなものが、見えるわけね。うん。黒沢明のね、映画、生きるではですね、まあ、公務員の仕事の誇りみたいな、ね、役所の人間の仕事ね、誇り、プライド、みたいなものがね、描かれてますけども、まあそういうね、ことが、バンカーにも、あるんじゃないかなと。もちろんこういう、このね、夢を見せるということだけじゃないですけども、多様なね、バンカーの持つ、誇りの一部分がね、ここに出てきてるんじゃないかと。そんな風にね、思わせてくれる、素晴らしい、そして深い、描写だと思います。はい、ネイルサロンの資金があれば、銀行から資金を借りることができれば、夢が見れると言いましたけども、断蜜がね、それで泣き崩れるシーンがあるんですよ。まあ、これもね、いいシーンなんですけども、そこでね、断蜜は、半沢に、私に惚れたと。こう聞くわけね。うん。これはもうわかりやすいですよね。つまり、断蜜が半沢に惚れてるんだと。ね、それを隠すために、私に惚れたと。そう聞くわけね。うん。まあ、ちょっとね、こういう女性のですね、微妙な、心理、ですね。泣きながらね、私に惚れたと、惚れた男に聞くと、いうことですよ。もちろんこの惚れたっていうのはね、男女の間の惚れたじゃなくって、先ほどの書き打ちが、男惚れした、男として惚れた、人間として惚れ込んだ、そういう、感情をね、断蜜も、この半沢に、持ったんですね。人間として、惚れ込んだ。はい。まあね、男がね、惚れるほどの男ですから、断蜜が惚れてもね、全く問題はないと。全くね、違和感はないと。はい。そんな風に思いながらね、堪能しました。